す。やったー。あ、ゆうじさん、こんばんは。ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、みちひろさんも、こちらもね、激辛すぎてつらたん。ありがとうございます。星投げもありがとうございます。いやー、もう皆さん、本当になんか、本当に嬉しい。よかった。こっちは、なんか、こうなって。よかったです。ね、これでやっと落ち着いて喋れるなっていう感じなんですけども。あの、なんだろう、なんかいろいろね、言おうと思ってたことあるんですけど、なんかね、今日は何してたか、まず振り返ると、今日別普通に編集をしてた日です。で、なんかその中で、まあ、全然編集と関係ないんですけど、私がそのさっきツイートでもつぶやいた通り、なんか友達からね、あの血液型に関する LINE が来たんですよ。だから皆さん、ぜひもしよろしければ、あの血液型をお書きください。質問になっちゃいましたが、あ、みなこんさん、こんばんは。ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、ごぼう活中のシナースマリスキランチチさん、またまたありがとうございます。よろしくお願いします。いやー、こっちは大丈夫そうです。なんか大型ですか。同じ。うん、うよりさん、おお、こんばんは。ありがとうございます。こんばんです。よろしくお願いします。 A 型ってことで、うちみち兄さん A 型。YM さん、ちらん、ありがとうございます。こんばんは。よろしくお願いします。あ、はるはるさんだ、こんばんは。ありがとうございます。お願いします。あっちでもこっちでも息切れの激しい名前でお邪魔します。そんなことないですよ。全然。あの、もうね、そのために肺活量を鍛えてますから。とか言ってますが。そうそう、その血液型の話になって、なんでだったんだっけかな。あの、ちょっと思い出しますが。あ、なんか、ゆすがなんかさ、いろんなことが、例えば、まあ、日常的にさ、そう過ごしてて大変なこととか、なんだろう、ピンチに襲われる時ってあると思うんですけど、そういう時になんか全然なんか動じないって言われたんですよ。その言われて、その時になんかみんな、なんだろう、それぞれの、まあ、友達の名前を出して、なんかそのそれぞれなんていうか、そういう時どういう対応するかみたいな感じで、あの、そんな話をしてたからそうなったんだったと思うんですけど、すごいなんかどうなんだろう、私本当になんかわかんないんですけど、いつも A 型の子にさ、まあ、若干こう、やっぱさ、私 O 型なんで、なんか甘えてしまうところが結構あって、何かこう大変なことがあった時とかに、その、なんだろうな、私は何にも本当に動じなくて、ぼんやりしてるんですけど、そういう時に、なんとかかんとかだよって言われて、こうした方がいいよって言われて、わかったみたいな感じで、そこで行動を起こすような、それぐらい、なんか、あんまりなんか焦んないんですよね。で、なんかそれを結構、私はもうちょっとなんか物事に対してなんか危機管理能力みたいなものを鍛えた方がいいって自分で思ってて、それを言ったら、いやでもなんかそうやっていつも何にも、なんだろう、焦んないかな、こっちはこっちで勝手に焦ってるけど、なんか私が焦らないことによってすごくいい空気感みたいなバランスが取れてるから、すごいいいと思うって言われて、あ、そうなんだって思ったんですけど、いや、なけんさん、こんばんは。すごいなんか裏拍って感じで、ありがとうございます。よろしくお願いします。ゆっさん、出演とのことで行こうかな。あ、なんだなんだ、あ、ミキピョンの生誕、うん、あ、ぜひぜひ、はいはい、ミキピョン喜びますよ。本当に喜ぶと、なんか噛んじゃわなきゃダメですね。喜びます。本当です。あ、福光さん、こんばんは。ありがとうございます。そっち寒いですか。O 型と B 型相性いいんだよってことで。ダバイ？そう、めっちゃ思ったんですよ、赤羽さん。あ、かぼちゃさん、こんばんは。こんばんユス。ごめんなさい、いらっしゃって。お願いします。ユスさんはハート型。そうそう、昨日の感じだと、昨日ハート型でした。よくご存知で。
僕パンだから、え、パン型ってことですか、めっちゃ可愛いじゃないですかパン、そっかそっか、パンか、なかなかでもパンのパンってね、そうパン型って少ないですもんねとか言って、そう、ヤボーさんもそう言ってましたね。レインさんこんばんは、ありがとうございます、よろしくお願いします。今日も可愛いですね、キュンですキュンですキュンです。そう、なんか何だったっけ、そうそうそう、でその時に私は結構自分の周りに、そうですね、なんか B 型って B 型の方ってそんなに数多くないんだっけ、割合で言ったらそこまで多くないかもしれないんだけど、でも B 型の子周りに多いんですよ、本当に囲まれてるみたいな、囲まれてるんですよ、そうそうそう。でもなんかすごい、なんだろう、あの独特な空気感が面白くてすごいね、意気投合することは多いなって思いますね。え、理由は分からん、なんでなんだろう、え、分かんない、なんか自分でもよく分かんないんですけど、多いんですよ本当に、なんか呼び寄せてんだと思う、引き寄せてんですよ多分、なんかこう、そうなんです、なんかお友達にはめちゃ多いですね、なんでかな私は香港 B 型聞いたことあるな、え、珍しいんですか、珍しいのかな、かぼちゃさんね、でなんかそんな感じで言ってて、なんかいい意味でさ、マイペースな方とってすごい、なんだろう、そのマイペースさに巻き込まれるの結構好きみたいな感じなんです多分、私なんですよ、なんか突拍子もないこととかシュッって言われるとなんか結構面白いなって思っちゃうのかなと思うんですけど、それはインフルエンザ、あ、そうなんだ、ごめんなさい、なんか聞いたことあるなと思ったらそういうことですねかぼちゃさんすいません、ボケ殺しボケにボケしたんでボケますよ、いやーごめんなさい、インフルエンザか、すいませんでしたすいません、みんなの健康をとにかく祈ってます。 B 型 S さん好きになるんで仕方ないです、そうなんですかねわかんないんですけど、そういうことが多いなーと思って、あ、今まですごい過去で生きてきました、本当にね、そうそうそう、いやでもどの血液型も私はもう愛してますと、愛してますよっていう感じですね本当に。ただなんか、なんだろう、気づくとなんかいるなみたいな気づくと周り多いなってことをちょっと最近思っているんですよ、え、ずっと前からそうなんですよ本当に。なんでね、結構そう、うん、そんな感じです。そう、まさかのボケってことでびっくりしました、かぼちゃさんごめんねごめんねとか言ってっていうね感じでね、すごいなんかみんな語ってました。そうなんですよ、でもなんかそんな、まあでも実質そんな関係ないっちゃ関係ないんですけどね、なんかよく占いとかあるじゃないですか、で私も占い気になるんですよ、気になるけどね、それ見て別にもう1分後に忘れちゃうので、あれ何だったっけみたいになっちゃうんででも見た瞬間やっぱテンション上がったりね、ちょっと今日運勢悪いのかとかってすごい気にするんですけど、なんだろう、すごいね、すぐスッて抜けちゃうんですよね、そういう感じでした。でも友達が言ってることはすごい自分当たってるなって思って、あ、自分そういうとこあるし、なんかなんだろう、こういう風になりたいなとか、めちゃくちゃなんかこう的確だったので、なんか本書いてほしいなって思いました、なんかそんな風には思いました。でもどうなんだろうな、でも実際 A 型の子も周りに多いか、多いっちゃ多いねそんなことを思ってね過ごしていたんですけど、結構なんか私は結構その、まあ、優柔不断というか、
わかんない、考えること怠けてるだけかもしれないんですけど、なんかはっきりビシッとこう意見っていうか、強めに言われたらなんかおおすごい強いなと思うんですけど、そりゃなんか、なんだろう、何食べたいって言ってはっきりさ、その場でさ「ない!」って答えてくれる人ってすごいなって、こうリスペクトしてるんですよ。私は欲張りなので全部食べたいんですよ、基本的に。決まんなくて決まんなくて決まんないから2個頼むみたいな感じになっちゃうんですけど、なんか「もうこの店!」みたいなって言われると、うわーラッキーと思いますね、こっち的には。すごい。ゆか電鉄さん、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。よろしくお願いします。今日、リリーベのチェキとラブ福島届きましたよ。ありがとう。ああ、ありがとうございます。こちらこそ。よかった、よかった。無事に。ありがとうございます。すごい。ありがたかったです。そうなんですよね。だからね、結構ね、私ね、質問箱ってあるじゃないですか。ああいうところとか、あと、インスタグラムの方に質問をいただくことが、ありがたいことに結構あるんですよ。で、結構配信の中で答えたりとかする機会があったりするんですけど、優柔不断?なんか優柔不断になっちゃうんですよ。なんか、食べ物のことだね、主に。そうそうそう。どこ行きたいはめっちゃあるんですよ。行きたいとこリストがいっぱいあるから、私結構、ここどうって言えると思うんですけど、なんかお店はね、ダメなんですよね。なんかなーみたいな。全部いいねになっちゃうからね。ちょっとそこはね、直したいなと思うんですけど。そう、なんかその質問で、結構な、こういう時どうしますかとか、何々派ですかみたいな。そういう質問とか、あとなんか、やっぱね、過去一番やっぱり多かったのは、本当に、なんか、やっぱなんかこの、なんかネガティブな時ってどうしたらいいですかみたいな。いや、なんか違うな。なんて言ったらいいんだろう。ネガティブになっちゃったりとか落ち込んじゃった時どうしてますかみたいな質問が一番多くて。なんかね、わかんないですけど、皆さんもね、落ち込んじゃう時ってありますかね?ありますかね?私はあんまないんですけど、基本的にそんな落ち込まないんですけど、落ち込んだらどうしよう。てか何について落ち込むかにもよると思うんですよね。あんまお仕事のことでは落ち込まないかな。なんかすごい、ああ、でも、もっとこうすればよかったとかって思うことはあるんですけど、そんなになんか、激しい後悔はないですよね。でも、何に落ち込むんだろう。全然落ち込まないですね、でも、普段。反省はするんですけど、反省会はしますけど、何に落ち込んでるんだろうな。待ってよ、全然わかんないわ。この間も誰かにね、聞かれたんですよね。何に落ち込みますかって聞かれて、それリアルで。何にも思い浮かばなかったんですけど、ちょっとりあえずなんか、周りを見渡して。ないのはすごい。なんか、あんまな、本当に、真剣に、なんか真剣じゃないって、ないのかな? 悲しい。列に並ぼうかどうしようか。あ、悩み?あ、その優柔不断の悩みですか?並んでください。ちょっと、マジ、ほんとどうしよう。何のためにもならない、あれですよね。嫌だな、自分。どうしようかな。思い浮かばないことに落ち込んでますよ、今。逆に。そもそも自分の力でどうにもなんないことでは落ち込まないから、落ち込むか。落ち込むけど、いや、言うてってなるもんな。待って、結構普通に今真剣に考えてんですけど、
忘れ物しちゃった時かな。忘れ物したら落ち込みますね。ああもうあそこに置いてたのにみたいな。いやーちょっとなんか悩んじゃうな。でもだからそんな、なんかいやさ、例えばされて嫌なことされちゃったなとか、これ言われたくないかったなってこととかはもしかしたら落ち込むかもしれないですよね。そりゃそうか、それは人間そうですよね。ねえ、やられたくないことされたりとか嫌なこと言われたらなんか落ち込むかもしれないですね。とか、ああなんか間違えて私がなんかデリカシーないこと言っちゃったかなってこう後から振り返るときとか、そういうの落ち込むか、落ち込みますね。そういうことですね。あ、父さんこんばんは。ゆうさんの困ったか思えた。一人で困ってました今ね。確かにそれ落ち込んでるの、いや忘れ物落ち込みますよ。だってなんか普通にやらかしちゃったと思うじゃないですか。やばいと思います。うーん、まあな。でもそんななんか人からなんかそんなされることもないか。うん、ないかな。あ、新幹線の切符落としちゃったとかだったら落ち込みますね。うわーって思います、その時には。でも落としたことないですね。ないや。なんだろうな、寝坊したとか落ち込むかな。焦るな、それは焦りですね。いやー難しいな。だからなんかでも私繊細ではないんですよ、あんまりそこまで。うん、なんで、でもそういうことによってその繊細な気持ちがわからない自分に落ち込むことはあるのかもしれないです。うん、なんか自分はさ、それはなんだろう、平気だとしても、例えば同じことが何かこうわっと起こった時に、なんかさ、その隣の誰かの気持ちにちゃんとしっかりこう寄り添えないじゃないですけど、なんか気持ちをさ、こう隣り合わせでこう通じ合わせてあげることができないかもしれないと思ったら落ち込むかもしれないですね。ミッさん失敗ってあんまりしないイメージ。あ、失敗はしますよ。失敗はなんか毎日失敗の連続なんですけど、でも失敗ね、失敗してもそんなですね。あ、でも、もう、あ、やばい時はちゃんと反省するんですよ。なんですけど、失敗してもな、そんなかなって感じで生きてます。だからなんか、まあ、捉え方は一つなのかな。違うな。でもね、私はもうちょっと繊細になりたい。なんか本音です。すいません。リリーさんこんばんは。ありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。今日は新日本橋のアンテナショップ行ってみた。本当ですか。素敵な報告ありがとうございます。どうでした、何買いました。うん、だから今年のテーマ、要するに繊細寄りになるにします。そしたらでも分かんないんですけど、あーでもな、うん、そうなんですよ。やっぱね、落ち込んじゃうっていうこと自体がね、ユスにとってはね、一番なんかこう、なんだろう、損してるみたいな気持ちになっちゃうんですよね。うまく言えないんですけど、だからなんか、うん、そんな感じかな。しかもなんか自分が落ち込んでる間にも頑張ってる人いっぱいいるし、なんかなんだろう、普通にユスレベルでそんななんかいちいち落ち込むなよってこう自分で思っちゃうかもしんないですね。そしたら、うん、だからあんまかなね。ママドール芋栗佐太郎さんと、青唐辛子味噌、美味しそう。辛いんじゃないですか。でもそれ、青唐辛子ってめっちゃ辛そうじゃないですか。辛いの得意ですか、ちなみに。わー、でもママドールと芋栗佐太郎さんねー、私も大好きです。
青唐辛子味噌か。それでもちょっと気になるな。食べたこと多分ないかもな。実は辛いのあんま食べられなくて。いい話聞いて落ち込んでるアイドルさん教えてあげる。いやいや、待ってください。本当にすいません。ちょっと待って、私何もごめんなさいなんですけど。なんか偉そうにすいませんって感じですよね。なんでね、まあ落ち込むねえ、でも落ち込むことあるのかな。落ち込まないですね、でも。ちょっと落ち込んだ時に言いますね、今落ち込んでますって いやー、ねえ、そうそう、自分のことですよ、自分のこと。なんかこうね、そう、自分のことで落ち込んだ時にちょっとなんか、言いますわ。あんま自分のことで落ち込まないからな、本当に。よくね、聞かれるんです。なんか落ち込んだ時にどうやって対処しますかみたいな聞かれるんですけど、ねえ、答えにくいなみたいな 非常に。逆にみんなに聞きたいです。どうしてますかねっていう 2種類あった青唐辛子味噌、そこまで辛くなかった。あ、2種類あるんですか。そんなに辛くないんだ。でも待って、辛いの苦手なんですけど、そんな私でもそんな大丈夫そうですか。ちなみにだってさ、ゴッポン活中のシュナーソマリスキランチチさんが辛いの得意だったら、ほらね、次元が違うべした、ほらねって。だから 人生落ち込んだり後悔してばっかり。そうなんですか。なんかいつもポジティブだからね、なんか意外だなと思いましたけどね。そう、だからね、そう、友達にはたまに言うんですよ。私はもうちょっとなんか、なんだろう、さっきも言った通り危機管理能力 真剣になんか考える思考力みたいなのが欲しいんだってずっと言ってます。なんか、って言って、でもなんかまあ考えようっつったって考えないっしょみたいに言われて、みたいな、そんな感じですね。いやーと思っちゃって、いやーなんですよ、なんか私は。でもゾンビのドラマ、前も話しましたけど、ああいう風になった時も、ああいう時になったら悩みますね、さすがの私も。うわーって、どうしたもんかーってなっちゃいますね。この間、家のポストに生ドローンチョコが入ってて、どうしたらいいか悩んでます。どうしたらいいですか。本当ですか。それってなんか郵便みたいな感じなのか、それとももうなんか、丸裸っていうか、なんか そのまま裸の状態で来たんですか。宮本さん、どっちですか。すごくないですか。辛い味に関しては普通です。あ、辛味に関しては普通か。ってことは、ゆすにとっては結構ね、あ、ヒーハーって感じかもしんないです。なんか例えないかな。赤辛で言ったら何番とか、あとなんかカラムーチョとどっちが辛いみたいな あ、エルちゃんただいま。エルちゃん、ありがとうございます。お願いします。あ、のっちさん、こんばんです。またまたありがとうございます。お願いします。ポジティブかな。自分では全然思わないよ。私はすごいなんかポジティブな、なんかすごい印象をバーッと受けてですね、受けてましてですね、すごいなんかたくさんパワーもらってますね。そう、だからね、何だろう、ああ、まあね、そういう質問をね、結構一番でもその内容いただくなと思って、ちょっとなんかそんな話をすいませんしちゃったんですけど。あ、ミーニャさん、こんばんは、ありがとうございます。よろしくお願いしますね。でもなんかそういう質問いただくと、私って何だろう、私って何だろうじゃない、間違えた、私ってそういう時どうするんだったかなとか、自分ってこういう時どういう気持ちになるんだったっけかなってことをなんか考えること普段ないから、改めて考えられるチャンスみたいになってありがたいなと思うんですよ。へーって。だって私聞かれなかったら、多分なんか何もなんか考えずにただたーっと過ごしていきそうじゃないですか なので、そう、いやーねー、ちょっと考えますね。
でもなんか一つ言えることで言うと、なんかその落ち込む要素を作らないようにはしてますね。なんかいやこれなんかめっちゃなんか偉そうにまたなって嫌ですね、なんか嫌なんですけど、なんかその予測できないこととか自分の力だけではどうにもならないこととかさ、そういうことに関しては私はもう何もできないんですけど、ただなんか自分がこの、まあ、お仕事面もそうですし、まあ、別にプライベートもそうなのか分かんないんですけど、こう毎日過ごしてて、あなんかこの調子でこうなって次こうなったら自分なんか気分下がっちゃったりとかするかもしれないなって予測がつくこととか、まあつかないにせよ、なんかそのマイナス要素っていうのを一個ずつ潰しておこうみたいに思いますね。そんなことは思うんですけど、そうそう、それぐらいは思います。なんかそうね、説得力がなくて申し訳ないんですけど、だからなんかね、ライブで例えば落ち込むこともないかな、その落ち込むような感じに持っていかないように準備をして、そうですね、ライブってとにかくなんかネガティブな要素が一個でもあると本当とんでもなくうまくいかなくなっちゃうと思うので、なんかもうとにかくなんかいい部分だけ、当たり前なんですけど出し尽くしてみたいな。私なんかまあちょっとここなんか練習通りいかなかったなってことがあっても、なんかそれがまた面白いみたいな、面白いんですよ、なんかうまくできてますねそれからそんな感じでやっていくのがね面白いんですよね。だしいや不可抗力でなんか嫌なことあっちゃったら、でもそれはもうしょうがないんですけどそうですね、うわーでも私ちゃんと考えようと思ったわ今ので、ちょっとそんなことは思いましたねえ、うん、考えます。10個入りの袋のやつがそのままと黄色い袋が別々に入ってました。メモも何もなしです。あ、10個入りのやつそのまま黄色い袋、それが入ってたってことは、間違っちゃったんでしょうね、シンプルに多分。それか数ヶ月遅れてサンタがやってきたか、それか宮本さんがなんかもう無我夢中でもう本能的にママドールを買ってしまって、でそれを本能的に自分のポストに入れちゃって、でそこからハッてこう気づいた時にハッて我に返ったらそこにあってびっくりしちゃった、その3つのどれかですかね。さあどれですかね間違ったか、サンタが遅れてきたか、本能だった、そのどれかだと思いますね。でも食べるか迷うな、それどうしましょうね、本当に、ああ迷うな。でもそれ結構ユスもそれだったら悩んじゃうかも、どうしましょう。なんか食べちゃうのもなんかさ申し訳ないですよね、それって。だからなんかそのご近所さんで顔見知りだったら聞きますけど、そんななんか顔見知ってなかったらどうしたらいいんだろう、本当に賞味期限もあるしな。どうしたらいいんだろうね、本当にそれめっちゃ悩む、ユスもそれだったら。なんかでもさメモがあればね、せめて。いやー周りに聞いちゃうな私、普通にピンポンしてそれ聞いたらちょっとあれか
うわー、これは悩むな。すごい、なんか2月入って一番ちょっと悩んじゃうかもってぐらいびっくりしました。ゆす姉さんがファンへのお礼にプレゼントした。そうなんですよ、実はとか言って食べるのはダメだと思いましたえ、本当にね、私だったら間違えてね、なんか知らないふりしてもしかして無意識に食べちゃうかもしれないですけど、いやいや、嘘、食べちゃうのちょっとね申し訳なくなっちゃいますよね。うん、でも誰かに、そういうのって交番とかに届けてもいいんですかね。いや、届けちゃうかもしんない、なんか分かんなくってフォーユーしちゃうかもしんないです。フォーユーじゃないか、これなんかあったんですって言っちゃうかもしんないです。それかやっぱなんかママドールの神様がね届けてくれたのかな。気になりますね、これちょっとなんか結果が知りたい。うん、隣の人に聞く勇気ないですってことで、そうだよね、なんかそのすごい普段からめちゃくちゃなんかこうなんだろう、合ってるとかだったら聞けますけど、なかなか聞けないか。回覧板で回ってきたわけじゃないですよねそんなわけないですもんね。うわー、これめっちゃ迷うな、どうしたらいいんだろう。でもなんか私誰かなんかにやっぱ届けちゃうかもしんないですの調味料で好きなやつ、福島の調味料か、なんだろうな、うまくてしょうがねえじゃなくて、あの会津店舗ネギ味噌とかめっちゃ冷蔵庫に入ってますあの、じゃあ実家の方の入ってます、入ってます、美味しいです。びっくりしました、今の話は宮尾さんの、うん、やっぱ誰かに相談しますね本当に。そうですね、私もちょっと考えときますとか言って、あ、やばい、もう40分過ぎちゃった、過ぎてしまいました、過ぎてしまいましたんで、ちょっとじゃあそろそろ告知をしようかなと思うんですけども告知で言うとですね、まあやんわりと2月26日は何か入りそうってことをやんわりと伝えておきつつも、2月28日はキャンディーゴーゴー磯野美希ちゃんの生誕公演にブラックホール呼んでもらってるので、はい、もしよろしければ遊びに来てください、お祝いしましょう。はい、ゆす姉さんと呼ばれることに疑問がたくさんですか。いや、なんかそう、私ごめんなさいむせた急にむせま何むせみたいな恥ずかしい、そうですねあー、びっくりした、そうですね、なんか全然呼び捨てでいいです本当に、はい、ぜひフレンドリーに気軽にもうね、ユスでもね何でも呼んでください。あー、びっくりしました、今自分でもむせちゃってはい、あー、26日配信お疲れ様です。あー、むせひろさんありがとうございます。26生誕公演、あー、みんなさんメモありがとうございます。はいですね、で他のことについてはいろいろとSNS にアップしていこうと思いますのでよろしくお願いします。昨年ミキピョン行けなかった、今年はなおさら行けないってことで、そうですよね、なんかね配信とかってないんですよね、私ちょっとそのそういったあれはねちょっといただいてなかったんですけど、なんかね一人でも多くの方にねお祝いね、そして見てもらいたいなって思いますね、とにかく、はい、
まあでもちょっと迫ってきましたからね。ということで、では皆さん、むせることに切羽詰まって、いやそんなことないです。すいません。私がなんか息を吸い込むタイミングが何かおかしかった。ごめんなさい。ありがとうございます。はい。ではですね、皆さん、明日はですね、いつ配信しようかなってさっきから考えてたんですけど、もしかしたらお昼に配信するかもしれないので、もし見れる方見てください。はい。ミキピオンで連続再生と参戦途切れた。あ、メンバーの生誕か。そっか。それはちょっと、でもまあこの時期だから難しいかもですもんね。ちょっとなんか私たちもやっぱ強くね、絶対とかは絶対とは絶対言えないというか、こんな感じなんですよね。あ、ミニャさんありがとうございます。くだらない質問、いやくだらなくないですよ。宮本さん、結構私がその立場だったら3日目は悩みますね。そのうちね、賞味期限がわーってなっちゃいそうだから、え、誰かなんか届けちゃうかもしれないです。本当に、おやすみなさい。赤羽さんありがとうございます。そしてゴッポン活中のシナーソマリラン、あ、また間違えちゃった、シナーソマリ式ランチチさんありがとうございます。はい、皆さん本当にありがとうございました。次はちゃんと質問にちゃんと答えられるような私になって修行してきますので、すいません、懲りずにぜひまた見てください。よろしくお願いします。ということで、では明日も頑張りましょう。ありがとうございました。